飛んでくる赤キラーをかわしながら進んでいこう。これ多分俺が苦手な感じのコースだと思います。あ、でもこれ踏めばいけるんじゃねこれ。踏めばいけるかもしれん。よし。これ時に当たらないように踏んでいく。これ踏め。よし。これも。危ない。よし。変わるんじゃない、踏むんだ。その気持ちで行きましょう。その気持ちでな。よし。いち早く撃退。オッケー。撃退していく。撃退。オッケー。これも倒す。かわすんじゃない、倒すんだ。オッケー、進んでいけ。殺せ。俺はね、芽生えてる。このキラーを踏む気持ちよさ。芽生えてる。さあ、残り5秒。いけるかな、これ。いけるんじゃない、いけるんじゃない、これ。いっちゃい。よーし。何一つとしてかわしてなかったけども。ワンナップよりもゴール。ワンナップよりもゴール。これどういうことだ、ワンナップよりもゴール。え、どういうことだこれ。ん、待って。あ、なるほどね。あ、なるほどな。この無限ジャンプに気を取られるなってことだよな。まずこれ、そもそも踏まないといけないと。踏んで上にってことだね。踏めねえ。よし、いや、くっそ。うわ、そういうことだよな。でもそういうことだよな、これ。いや、まだいける。踏め。いや、まだいける。ここ、まず行く。ここ入る。オッケー。まずここ入るでしょ、ここ入るでしょ。で、いけ。いやー、よし、いけ。止めってそうだね、これ、ワンナップしてたらいけないってことだよね、これ。むず。いくよ。でも、俺は諦めないよ。いくよ。せーの。踏め。よし、いった。オッケー。なんとか来ました。で、俺、ここにさ、苦戦してるって相当下手なんじゃないか、これ。これ、ベストタイム3秒だよ、これ。俺、10倍以上かかってる。今日は誕生日、ハッピーバースデースピードラン。これ一体誰の誕生日なんでしょうか。行きましょう。これ楽しそうだな。ぴょん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 、オッケー。飛ばんといけんのか、今の。さあ、ここ、よしよし。で、ここは、オッケー。ん、なんか、あ、オッケー、これでいいよね。で、オッケー。ここ、オッケー。で、コースに、オッケー。完璧。で、これ、上だ。で、これ、投げる？よし、よしよし。んで？ん？あれ？積んだ？ああ、積んでなかったけど。積んでなかったけど、なんか遅い。とても遅い。しかも、なんか戻ってないか、これ気のせいか？え、これ、あ、なるほどね。ここ、そういうことか。ここ、開くことなんか、混乱してる。オッケー。反応速度完璧。いや、待って、ヘルメットがないけど大丈夫か？ヘルメットがないのちょっと、やばい気がするぞ。ヘルメットがないのはやばい気がするけど大丈夫かな、これ。よし。で、ここも上行く。で、これコイン取って、ちょっと遅いが大丈夫だと思う。オッケー。で、この先どうなってるかちょっと見ようか。オッケー、かぶる。トントン。で、踏む。オッケー。お、ここまで完璧じゃない？あれ？出ちゃった。まあでもね、時間は、まあひどいよな。レモンパプリカ行きましょう。これね、演奏コースなんですけども、ドット絵がすごかった。次パプリカかな。すげえクオリティだけ。
パプリカのクオリティがものすごくやばくて、なんか感動しました。はい。なんか米津玄師さんって中高生に支持を集めてるじゃないですか。でもなんかこういう子供向けな曲も作れるって、なんかすごいなって、ちょっとこのパプリカ聞いて俺最近思ってます。という感じでね、今回これで終わりにしていきたいと思います。この動画いければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またのー。